付きまとう女。二年前の夏、俺はバイクで北海道ツーリングに出かけた。目的は、北海道一周。日程は三日間。気ままな一人旅だ。北海道は予想以上に何もない。町から町まで、百キロを超える時もある。その間、コンビニはおろか、自販機すらない。気楽に長距離ツーリングを楽しもうと思ってきたが最後。 本当の長距離ツーリングが好きな人間以外には苦痛でしかない。俺の旅のコンセプトはなるべく金をかけないこと。そのため旅館やホテルには一切泊まらず旅をする。道中での悩みはガソリンスタンドが街にしかないことだ。24時間営業なんて論外。大概のガソリンスタンドは19時には店を閉める。早いところだと17時に閉めていたところもあった。 俺のバイクは燃費が悪く、満タンで160キロしか走らない。日程は3日間。夜も走らないと間に合わない。だが、俺は頭の悪いことに、ガソリン蛍光管を装備していなかった。さらに、4日後には会社が始まるギリギリの日程。間に合うはずがない。俺はそのことに、半周した時点で気づいたのだ。俺は考えた。一周を諦めて、 道王を突っ切り、函館からフェリーに乗って陸路で帰るか、それとも、意地で暴走し、小タルまで帰還して一周をやりきるか。悩んだ挙句、俺は一周することを決めた。諦めたら、そこで試合終了ですよ。敬愛する安西先生が、そう囁いたのだ。二日目の夜、俺は走っていた。北海道の夜は静かで暗い。東京の夜が、 昼間に感じられるほどに、静かで暗い。あたりは木々が連なり、まるで俺に覆いかぶさるようにそびえている。気を抜くと、木々の中に飲み込まれてしまうような震源を感じさせる。途中、メーターを見ると、ガソリン警告灯が点灯していることに気づいた。今日はここまでだな。そう思った俺は、道の駅にバイクを止め、そこで夜を明かすことにした。 俺が止まった道の駅は仮設トイレが設置されている以外に何もない。覚悟はしていたが、なんとも寂しい限りだ。辺りには民家どころか人一人いない。小さな街灯だけが俺と俺のバイクを照らしていた。携帯していた食料を平らげ、俺はコンクリートの上で横になる。月がやけに綺麗だった。こんな月も東京では見ることができない。 俺は、北海道に来たことを、少しだけ嬉しく思った。相変わらず、木々に囲まれた深淵の暗闇の中で、俺は目をつぶる。眠りに押しかけた時、静寂を破る車のエンジン音が聞こえた。時刻は二時。こんな深夜に走る人間が、北海道にもいるものだな。と思い、目を開ける。どんな車が深夜の北海道を走っているのか、 興味を持った俺は、道路沿いに顔を出した。何のことはない。ただのトラックだった。俺はキビスを返し、再び眠りにつこうとした。その時、妙なことに気づいた。仮設トイレのドアが開いている。ここに来た時、仮設トイレのドアが開いていた記憶はない。いつ開いたのかはわからない。少なからず、 俺がいる間、誰も来ていないし、俺も使っていない。トイレの中までは角度的に見えない。ドアは小さく音を立てながら揺れている。わずかに近づくと白い布のようなものが見える。誰かいるのか俺はトイレの中を覗いた。瞬間、俺の心臓がダットのように跳ね上がり、 全身の毛穴が一気に解放される。女が首を吊っていた。俺は腰を抜かした。24年生きていて腰を抜かすなんて初体験だ。いつから、なんで、どうして。そんなことばかりが頭を巡る。全身が震えていた。嫌な汗が這いずるように全身から流れ出ていた。とにかく警察に連絡しなくては。そう思った俺は バイクに置いてある携帯を取りに行った。その瞬間、大きな衝撃音が鳴り響いた。驚きのあまり、俺はその場で転倒した。振り返ると、女がトイレの前に立って、俺を見ている。怯える俺から、女は目を離すことなく、ゆっくりと右腕を上げると、仮設トイレを殴りつけた。女の力で殴ったとは思えないような、 大きい衝撃音が鳴り響く。現実なられした光景に、俺は泣きそうだった。女の首には、ロープが巻きついたままだった。汚い白いワンピース、長いボサボサの髪、長い髪の間から、気味の悪い眼光が見える。どう見ても、普通の女じゃない。女は無表情で俺を見ながら、仮設トイレを殴りつけ、 衝撃音を鳴り響かせる。周りには誰もいない。暗い殺風景な空間に腰を抜かす俺と仮設トイレを殴る女。女は首を吊っていたはず。生きている。なんでそのうち仮設トイレを殴りつけるスピードが上昇し、女が小声で喋り出した。見つけ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 た。 見つけた。見つけた。俺の血液は沸騰した。なんだ。なんなんだお前。俺は大声で怒鳴った。いたずらなのか。こんな誰もいないところで、こんな悪趣味なことするんじゃねえよ。女は手を止め、そのままゆっくりとうなだれると、どうしてと呟いた。俺の血液はさらに沸騰した。 どうして意味がわからん。聞きたいのはこっちだ。何言ってんだこの、ボケ山。さっさどっか行け。女は顔を上げ俺を睨む。やだ。女はそう言うと自分の左腕に噛みついた。いやだ。やだ。やだ。一人は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 やだ。 つぶやきながら、女は自分の左腕に噛みつく。血が吹き出ても噛みつくことをやめない。肉の切れる音がする。女は泣いていた。泣きながら自分の腕を食いちぎっていた。女の口は血で真っ赤に染まっていく。腕からは白い骨が見え始めていた。俺の脳裏に、見えろという言葉が先行のように走る。 こいつは手に負えない。精神異常者だ。変態だ。変質者だ。俺はバイクに向かって全力で走った。逃げなければ俺が食われる。そんな思いが全身を駆け抜けた。メットを手に取り、後ろを見ると、あの女がいない。なぜいないその瞬間、俺の肩に何かが触れた。あの女の血まみれの左手だった。女はいつの間にか、 俺の真後ろにいた。置いていかないで。女がそういうのと同時に手に持った滅頭を女の顔面に叩きつけた。これ以上ないほどの全力で俺は女を殴った。女は口と鼻から血を噴出しながら後ろに覗ける。それでも女は俺の肩から手を離さない。俺は何度もメットを女の顔に叩きつけた。 俺は絶叫していた。ようやく女が俺の肩から手を離し、後方に倒れる。ネットを女の顔面めがけて全力投球した後、バイクで俺は逃走した。なんだあれは何なんだ恐怖と不安を振り払うように、俺はアクセルをひねった。次の瞬間、俺は見覚えのないベッドの上で目が覚めた。病院。なんで病院なんかに。 そこは明らかに病院だった。なぜ自分がここにいるのか、全く記憶がない。俺は北海道の道の駅で、キチガイの女から逃げている最中だった。なのに、その先の記憶がない。なぜか俺は、病院の中にいる。怪我はしていない。事故を起こしたわけでもない。俺は病院の外に飛び出ようとした。ドアが開かない。 外側から鍵がかけられている。誰か、誰かいませんかすると、看護師とおもしき男が出てきた。どうなさいましたいや、あの、ここはどこですか俺はなんでこんなところにいるんですか看護師はため息をつくと、担当の先生との診断がそろそろ行われますので、詳しい話はそこで。そう言って、 どこかへ行ってしまった。俺は頭が混乱した。ここは何だなぜ病室に俺は閉じ込められているふと、ベッドの脇に目をやると、ノートが置いてあった。ノートを手に取り、中を見ると、そこには俺の文字がびっしりと書き連なれてあった。助けてくれ、あの女が。殺したのに、誰も俺を信じてくれない。 内容の意味はさっぱりわからないが、筆跡は間違いなく俺の字だった。しばらくノートに見入っていると、ドアの鍵が開く音がした。振り向くと、さっきの看護師の男と、警察官の姿をした男が入ってきた。警察官が、俺の手首に手錠をはめる。ちょっと、なんで手錠なんか警察官は黙って俺を殴りつけた。倒れた俺を見下ろしながら、警察官は、 面倒をかけるな。とだけ言った。二人の男に連れられ、俺は診察室と書かれた部屋に入れられる。悪意を着た医者のような男が待ち構えていた。二人の男は部屋から出て行き、俺と医者の二人きりになる。調子はどうかね。医者が問いかける。わけがわかりません。なぜ俺はこんなところにいるんですか俺は北海道にいたはずです。 俺は家に帰りたいです。家に帰してください。君に帰るところなどない。え君は、所持していたヘルメットで女性を撲殺し、警察に捕まった。その後、心神喪失と診断され、この病院に隔離されることになった。君は、社会的に完全に抹殺されているし、帰る場所も全て処分された。 君に帰るべき場所はない。こいつは何を言っている俺が女を殺した。俺の脳裏に、あのチガイの女が浮かんだ。あいつを殺したのか俺が。だからここにいる。そんなバカな。俺に警察に捕まった記憶はない。だが、隔離病棟にいる。それは俺が精神異常者で、記憶が曖昧なのも、 精神異常者だから。いや違う。俺は正常だ。俺は、俺は、俺は、俺は。混乱しているようだね。医者が不意に話しかける。当たり前じゃないですか。君はもう社会的に死んでいる。気分はどうかね。なんだとこいつ、俺を挑発しているのか 俺が社会的に死んでいるだと。何のつもりだそんなことがあってたまるか俺は誰も殺してない。社会的に死んでなんかない。お前は嘘つきだ。いや、君が殺した。だから君は、彼女と永遠に死ぬんだ。永遠に彼女と共に死ぬ。死ね、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 死ね。何を言ってるんだ、てめえは。 激昂する俺と、わけのわからないことを叫ぶ医者。現実ならにした異様な空間だった。その時、俺の首に生温かいものが巻きついた。赤い血みどろの左腕。俺の背筋に、電撃が走った。見つけたあのチガイ女だった。俺は絶叫した。これ以上の声は出せないほどに絶叫した。 俺には女が暗く陰湿な冷たい壁に囲まれた永遠の監獄のように感じられた。医者が立ち上がり、俺の両肩を掴む。君は七子を殺したんだ。君には永遠に七子と一緒に死んでもらう。もう私には無理なんだ。この子は暗闇の中で死んだ。この子の孤独を君が共有してくれ。やだその瞬間、 目の前が緑色に染まった。気がつくと俺は、道路脇の草むらの中で倒れていた。どこにも怪我はない。バイクも横倒しになっていたが、無事だ。夢。俺は夢を見ていたのか。周りを見回すと、あの道の駅が見える。仮設トイレはない。地獄は8時。俺は何をしていたんだ。不思議な体験だった。 きっと俺は、夢か幻に踊らされていたのだろう。その後、俺は無事に北海道一周をやりきり、自宅へと回帰した。実を言うと、その後も俺は、その女に付きまとわれることになる。結果的には、今はもうその女はいない。ある霊能者のおかげで、その女の退治ができたんだ。俺は、その霊能者の人がいなかったら、 狂って死んでいたかもしれない。あの北海道ツーリングから3ヶ月、俺は今、都内の駅前広場のベンチに座っている。夏の暑さも終わり、街に冬の気配が漂う、秋風の季節だった。季節の流れに、街の色が移ろうように、3ヶ月間で、俺の人生も大きく変わった。あの日、 俺と一緒に北海道を旅したバイクは、もういない。トラックと正面衝突を起こし、後形もなく大破した。俺はその事故で、左足と左腕、左側の鎖骨と肋骨4本を骨折する、重傷を負った。全治5ヶ月と診断された。生きていただけでありがたいが、全治5ヶ月の人間を、俺の会社は不必要と判断し、 書類一枚の郵送で解雇した。おかげで、バイクも失い、仕事も失い、残ったのはわずかばかりの貯金と、ポンコツの体だけだった。幸い、好遺症もなく回復しそうな感じではあるが、左腕の回復は妙に遅い。左足、肋骨、鎖骨はもうほとんど治っているのに、左腕はいまだに折れたままだ。医者も不思議がっていた。 俺も不思議だ。あの時、俺はなぜ事故を起こしてしまったのか、記憶がない。医者は、事故のショックによる一時的な記憶障害と言っていた。だが、今はそんなことはどうでもいい。俺はすっかり会社から逸脱していた。たとえ怪我が言えても、俺は帰るべき職場もない。俺はすっかり生きていく自信を失っていた。 このまま俺は、社会不適合者として、枯れ葉のように口果てるのではないだろうか。そんなことばかり考えていた。俺が今、駅前広場のベンチに座っている理由は、一週間前の出来事に遡る。俺は病院に行くために、この駅を利用している。俺の体は、俺の思うように動いてくれない。不意に人の波に足を取られ、 転倒した。そんな時、俺を助けてくれる人間は皆無だ。ほんの少しこちらに目線をくれるだけで、人々は通り過ぎていく。別にそれでもよかった。助けてほしいとは思わない。妬む気持ちや、恨めしいという気持ちはない。ただ、自分が惨めで仕方なかった。弱いということは、孤独で惨めな感情を引き立てる。 毎日が泣きたい日常だった。駅前広場のベンチに座り、俺は休んでいた。人々の流れを見ながら、俺はかつての日常を思い出していた。あの頃に戻りたい。過去に戻れたら、どんなにいいだろうか。不意に、若い男が俺の隣に座った。若い男は、タバコに火をつけ、煙を空に向かって吐き出した。 お兄さん、やばそうだね。若い男が、俺に話しかけてきた。俺は黙って、人々の流れを見ていた。別に怪しいもんじゃないよ。ただ、今のお兄さん見てると、助けが必要なのかなと思ってさ。助け助けなんかいらないさ。体が治れば、俺だって自力で生きていける。 若い男は、ため息をつくように煙を吐き出す。その体は、もう治らないよ。治ったとしても、また同じことを繰り返すだけだ。俺は黙って、人々の流れを見る。言い返す気力も湧かない。一週間後にさ、またここに来てよ。そしたら俺たちが、お兄さんの力になるからさ。 そう言って若い男はその場から立ち去った。俺は虚空を眺めていた。俺はあんな奴にあんなことを言われるまでに落ちぶれたか。その日の夜、俺はアパートのベッドの上で横になっていた。姉が時折俺の面倒を見に来る以外に誰も訪れない。俺は孤独な狭いアパートの中でただ天井を眺めていた。 しばらくして眠りに落ちると、不意に目が覚める。天井に穴が開いている。それも、人一人が通れそうなほどの大きな穴が開いていた。突然現れた天井の穴に驚いた俺は、体を起こそうとするが、まるで高速具で縛り付けられたように、体が動かない。俺は一瞬、パニックを起こしかけた。天井を一点に見つめたまま、 身動きが取れない。なんとか体を動かそうとあがく俺の耳に何かが這いずるような音が聞こえた。音の発信源は天井の穴の中。俺の全身に警戒信号が流れ出す。嫌な気配が天井の穴の中から満ち溢れていた。俺は目を閉じた。これは夢なのだと自分に言い聞かせた。起きろ、起きろ。 起きろ。必死で念じた。目を開けた次の瞬間、俺は我が目を疑った。あの北海道で遭遇したキチガイ女が天井の穴の中にいる。俺の心臓は張り裂けんばかりに強く鼓動した。キチガイ女は黙ってこちらを見ている。身動き一つ取れない俺は、ただひたすら震えていた。 きチガイ女の口が、もごもごと奇妙な動きをする。まるで、ガムを噛むようなそぶりの後、女の口から、ゆっくりと血が流れ落ちてきた。その血が雫となって、俺の顔にこびりつく。女の口から吐き出された血は、人の血とは思えないほつめたさだった。死体の血、俺の頭の中で連想したものは、 それだった。俺は絶叫した。誰でもいい。気づいてくれ。誰か助けてくれ。俺の顔を埋め尽くさんほどに、なおも女は血を吐き出し続けている。俺は叫んだ。心の底から叫んだ。助けを求め、狂ったように叫んだ。すると女は、穴から這いずるように身を乗り出すと、 そのまま天井から落ちてきた。俺の心臓は停止寸前だった。落ちてきた女は天井にぶら下がるように首を吊っていた。冷たい無表情な顔で俺を見下ろしている。女の口からは大量の血が流れ出ていた。冷たい血が女の白いワンピースを赤く染める。唐突に 女の首のロープが切れる。まるで操り人形の糸が切れたように、女は力なく俺の腹部に落下した。俺の恐怖は頂点に達していた。這いずるように、女の顔は俺の耳元に近づく。もう、お前は私のなのそう言いながら、女は俺の体をいじる。 俺は恐怖で涙が止まらなかった。許してくれ。助けてくれ。懇願することしか、俺にはできなかった。女は俺の口に、ねじ込むような不快なキスをしてきた。俺は泣きながら、くぐもった声で絶叫した。その刹那、女は消えた。俺は大量の汚物を口から吐き出した。朝、 目覚めた俺の周囲は、俺の吐いた汚物でまみれていた。鏡を手に取り、顔を見る。女の血はついていない。ベッドの周囲にも、女の血はなかった。天井にも、穴はなかった。ただ、俺のゲロだけが散乱していた。俺は荷物をまとめると、アパートを飛び出した。昼間は、駅の構内で休み。 夜はファミレスで明かした。俺はもう一人になる環境に耐えられなかった。誰でもいいから人のいるところにいたかった。そんな生活が一週間続いた。俺の心身は限界に近づいていた。家切らない体、慣れない生活環境。俺の中で色々なものが崩壊した。ほんの少し前まで 俺はバリバリ仕事をこなし、一発の社会人として生きていた。それが今じゃ、ホームレスと変わらない。その理由が、あの気違イ女にまとわりつかれているからだ。そんな理由で、俺はこんな生活をしている。こんなことは、誰にも言えない。精神異常者と思われても仕方がない。俺はもうダメかもしれない。本気でそう思えた。 俺の心は半分死んでいた。何もかもが絶望的に思えた。気がつくと俺はあの若い男と出会った。駅前広場のベンチに座っていた。最後の寄り所とでも思ったのかもしれない。俺はただ何も考えずにベンチに座っていた。夏の暑さも終わり、街に冬の気配が漂う。 秋風の季節だった。俺は、彼を待っていた。駅前の広場のベンチに座り、虚空を眺めていた。過酷な環境に耐えかねた俺は、もう考えることも放棄していた。ひたすら俺は、一週間前に出会った若い男を待っていた。タバコに火をつける音がする。 いつの間にか彼が俺の隣に座っていた。前に会った時よりひどくなってるね、お兄さん。もう限界でしょ。若い男はうつむきながら地面に向かって煙を吐いた。本当に助けてくれるのか。俺はすがる思いで尋ねた。まあ、やれるだけのことはやりたいね。 このままお兄さん放置してると死んじまうのは目に見えてるし、それをわかってる死なしちまったら目覚めが悪い。何をする気だまあ、ついてきなよ。そう言うと若い男は駐車してあった車に俺を乗せた。しばらく車を走らせ、ビルの中に入る。その中に若い男の事務所があるそうだ。 〇〇探偵事務所と書かれたビルの一室。ここが若い男の事務所。探偵俺がそうつぶやくと若い男は本業はね、と答えた。事務所の扉を開けると中には誰もいない。ああ、今はみんな出払ってるよ。多分社長はいると思うんだけどね。 俺は金なんか持ってないぞ。うーん。うちの社長、金にはうるさいけど、根はいい人らしい。多分大丈夫。そう言うと若い男は、奥の社長室と書かれた扉の前に進む。軽く二回ほどノックすると、中から、どうぞという返事がした。扉を開けるとそこには、いかにもキャリアウーマンといった風貌の女がいた。 この女が、社長だ。女社長は、俺の顔を見るなり下打ちした。また、ろくでもない奴を連れてきやがって。小声だったが、確かにそう言った。あからさまに、俺は歓迎されていない様子だった。社長、いや、その、あの、えっと、その、若い男が、しどろもどろになる。 女社長は若い男を睨みつけると、書類を机に叩きつけた。あんたね、うちは事前事業で商売やってんじゃないのよ。こんな金もないやつ連れてきて、どうやってまんま食っていくんだよ。まさに男まさにな怒号だ。いや、でも社長わかるでしょこの人このままだと死んじゃいますよ。この馬鹿お人よしもいい加減にしろうなだれる若い男。 どうやらこいつは本気で俺を助けたいと思っているらしい。ありがたい話だが、俺は人に迷惑をかけてまで助けを請うつもりはなかった。規律を返し、俺は事務所を後にしようとした。すると、女社長が俺を呼び止めた。待ちなさいよ、若年性不良者もどき。こいつの言うように、あんたはこのままだと死ぬよ。どうするつもりだい さっきから、何で俺が死ぬってはっきり言えるんですかなんか確信するようなことでもあるんですか俺は確かに追い詰められています。でも、あなたの言うように金はありません。この若い人に迷惑をかけるつもりもないし、俺は出て行きます。女社長がタバコに火をつけ、煙を吐き出す。人に迷惑をかけたくないってのはいい心得だ。それならそれで、 人の役に立ってみる気はないかいどういうことですか手はあるって言ってるのさ。ま、まさか、社長若い男の顔が青ざめる。さっきあんたは私に、何の確証があって、自分が死ぬなんて言っているのか、と尋ねたわね。俺は頷く。あんた、 どうやら厄介なのに取り憑かれているのよ。あんた、首吊ってる、薄汚いワンピースの女に心当たりあるでしょ。俺は驚いた。その女のことを、今まで誰にも話したことはない。ふんふん、驚いてるわね。ま、私も本業は探偵なのだけど、副業で霊能関係の仕事もしてるのよ。それにしても、いい顔で驚くわね。 <laughs> 好きよ、そういう顔。俺は考えた。本業が探偵で、副業が霊能者。なんて怪しさなのだ。ここにいていいのか、俺は。でも、あの気ガイ女のことを言い当てた。それも事実だ。だが、あの気ガイ女は霊なのか、俺の錯覚ではないのか。さっき言ってた、いい方法って。 女社長は苦笑いをする。誰もいい方法なんて言ってないでしょ。ただ、手はあるって言ったのさ。じゃあ、その手というのは私に除霊を頼むのであれば、最低でも200万はかかる。あんたには、そんな金はない。でも、そこの若いのがやるなら話は別よ。そいつは霊能者としてはペーペーもいいところ。だから、 そいつの現場実習も兼ねて、除霊をさせてもらうなら、お金はかからない。逆にこちらから霊金を払う。ただし、身の保障の類いは一切ないけどね。そう言うと女社長は、ここへ見ながらタバコをもみ消した。それを聞いた若い男は、頭を抱えて天を仰ぐと、オーマイカー、とだけつぶやいた。 いや、社長、俺、どうすればいいんすか若い男の問いかけに女社長は、はと言い、不機嫌な態度を示す。今からクライアントと問診、その後に除霊方法を検討し、計画書を書き上げ、明日までに私に提出。わかったかは、はい、いや、でも、あの、その、いいからさっさと状況を返しろ、ボケナス。女社長に激高され、 追い出されるように俺たちは事務所を飛び出た。その後、俺たちは喫茶店の中に入る。いい店でしょここ、社長の店なんですよ。若い男はそう言うと、慣れた態度で席に座る。席は個室のようになっていて、周りに会話は届かない。コーヒーを二人分注文し、若い男はノート PC を広げた。じゃあお兄さん。 これから問診を始めます。用意はいいですか気になることがあるんだが。何です君は、さっきまでタメ口だったのに、急に敬語で話すようになった。何でだいお兄さんが、俺の正式なクライアントになったからです。本当は社長にやってもらいたかったけど、仕方ありません。俺が現場実習として、お兄さんの助霊をするなら、 会社から人権育成費として予算が出ます。お兄さんにも礼金として2万円支払われます。ある意味、金銭的にはこれが最善の方法です。ただ、俺も本当にペーペーなので、身の保証の待遇は一切できません。でも、全力でやります。下手に手を抜けば、俺も死にますから。そう言うとジョンは、優しく微笑んだ。 言いたいことはなんとなく分かった。ただ、俺は霊とかそんなことには疎い。正直、今回のキチガイ女の子供、俺の精神疾患による幻か錯覚だと思っていたんだ。だから、急に霊とか、そんなことを言われても戸惑う。なるほど。じゃあ、少し霊に関して説明します。信ずるも信じないも、お兄さんの自由です。 俺は小さく頷いた。と同時に、少し悲しい気分になった。俺はほんの少し前まで、普通のサラリーマンだった。それが今じゃ、例なのなんだのと、怪しいことに関わっている。まず、俺たちがクライアントに例のことを説明するとき、PC を例えに用います。PC? そう、PC です。 今のお兄さんの状態は、ウイルスに侵された PC です。PC とはお兄さん、ウイルスとは悪霊、つまり、お兄さんの言う気違い女のことです。また、新しい例えだな。悪霊が取り付く、よく聞くフレーズだと思います。では具体的に、人間のどこに取り付くのかわかりますか俺は黙ってコーヒーに口をつける。 脳です。悪霊は人間の脳にハッキングすることで取り付きます。そして、脳の中に自分というウイルスを根付かせ、脳を支配することで、その人間の内側から幻覚や錯覚を起こし、精神や肉体を破壊していきます。個人の脳内での出来事なので、他人には認識することが難しいです。一般的な例であるならば、人間が生まれつき持っているファイアウォール、 つまり守護霊を突破することはできません。しかし稀に強力なハッキング能力を持った悪霊もいます。俺たち霊能者はウイルス、つまり悪霊と同様に人の脳内に侵入することができます。霊能者イコールハッキング能力です。俺たちの仕事は悪霊イコールウイルスに侵された人間の脳に侵入し、駆除イコール除霊することです。 何が何だかわけがわからない。もしかして俺は関わっちゃいけない世界に足を踏み入れたのか。そんな気持ちでいっぱいだった。ここまでで何か質問はありますか若い男はそう言いながらノート PC に何かを打ち込んでいた。なぜその悪霊というのは俺に取り付いたんだ。俺には何の因縁もない女のはずだ。 若い男はひたすらノート PC のキーボードを叩きながら質問に答える。取り付いたのはたまたまという表現が適切かもしれません。たまたま偶然ということかはい。たまたま侵入しやすかった。多分それだけです。本当の目的は誰でもいいから自分の中に取り込むことだと思います。悪霊は 生きた人間を殺して、取り込むことで勢力を拡大させます。お兄さんをベースに、さらなるグレードアップを狙っているんでしょう。何のためにおそらく、孤独の穴埋め、もしくは、恨みの穴埋め、あるいは両方、といったところでしょうか。そんなことをしても無意味なんですけどね。むしろ逆効果です。彼女の穴埋めは、永遠に叶わないのです。 ずいぶん身勝手な、テロリストのような理由だな。もう一つ疑問がある。君は、ジョンでいいです。ジョン。仲間内ではそう呼ばれています。本名が言いづらい名前なので。ジョンか。昔、うちで飼っていた犬と同じ名前だ。じゃあ、ジョン。君はさっき、社長に俺の助礼を言い渡された時に、 頭を抱えてオーマイガーって呟いたな。それと、下手に手を抜けば自分も死ぬと言った。それについて説明が欲しい。あ、聞こえてたんですかまあ、何と言いますか。正直に言うと、俺の手に負える相手じゃないと思ったんです。手に負えない。お兄さん、心当たりありませんか医者、警察官、看護師の三人の男。 俺は驚いた。こいつら、なぜそんなことがわかるんだ心当たりは、ある。そいつらは、お兄さんの言うチ違い女が、今まで殺してきた人間です。今は彼女に完全に取り込まれて、彼らが彼女のファイヤーウォールにあっているんです。殺してきたそうです。今のお兄さんと同様に取り付き、苦しめた挙句に殺しました。 中でも医者とのつながりが強い。おそらく最初の被害者であり、親子だったのかもしれません。俺は北海道での出来事を思い出していた。俺には手に負えないというのは、その三人が理由です。社長は、お兄さんを見た瞬間に、岸替え女の姿が見えるところまで侵入しました。でも俺は、未だに女の姿が見えない。 ファイヤーウォールである三人を見るところまでしか侵入できません。北海道で見た幻、あの病院内で出会ったあの三人も、あの女に殺されているだと。仮に強引に彼らを突破しようとしても、彼ら三人に足止めを食らうでしょう。その隙に女が俺の中に逆侵入し、今のお兄さん同様、俺にも取り付くでしょう。 おそらくそうなれば、俺の命も危ない。じゃああの時、医者が言った言葉の意味は、七子、あの女の名前か。方法は考えます。俺もこの商売に命かけてますから。社会的に抹殺私には無理なんだ。孤独を共有俺は一遍に不可思議な情報を得てしまったためか、頭が混乱していた。 お兄さん、どうかしましたかジョンの言葉に我に返る。頭が混乱していた。なあ、ジョン。仮にこのまま何もせずに放置していたら、俺はどうなるジョンのノート PC を打つ手が止まる。死にますね。事故死、病死、自殺。俺は預言者じゃないので、その先の死因まではわかりませんが。 キチガえ女は、今まで三人も殺めている。非常に危険な女です。殺される可能性は極めて高い。俺は頭を抱えた。気が狂いそうだ。ジョン、俺が今までにあの女を見たのは二回だ。その時の話をする。俺はジョンに、北海道での出来事、それと、初めてジョンと出会った日の、 夜の出来事を話した。ジョンは、真剣な眼差しで俺の話を聞いていた。話し終わった後のジョンの第一声は、予想以上に厄介です。だった。そんなに厄介なのか厄介です。お兄さん、その病院の中で、これは現実じゃないという違和感を覚えませんでしたか違和感は、 なかった。今でも、あれは現実のように感じる。それを聞いたジョンの顔は、さらに深刻な表情に変わる。そこまでリアルな病院を、お兄さんの脳に作り上げた。しかも、同時に三人をその場に出している。これは女。七子ですかそいつが、お兄さんの脳をかなり深い部分まで侵食していることと、 完全に三人を掌握していることを示しています。相当ですよ。これは。俺は言葉を失った。不意に、底なし沼の深みに陥った気がした。お兄さん、正直な俺の感想を言います。なんだ。今まで、よく生きていましたね。夜。 俺とジョンは、ホテルの一室にいた。いい部屋でしょ、ここ。社長のいとこが経営するホテルなんですよ。確かにいい部屋だった。地上20階に位置するこの部屋からは、綺麗な夜景が見える。お兄さん、家族への連絡は済みましたああ。なんて説明したらいいかわからなかったけど、なんとか納得してもらったよ。ことが済むまで、 申し訳ないですけど、お兄さんをここに監禁させてもらいます。下手をすると、ご家族にも迷惑がかかりますので。俺の家族は、母と姉の二人。父は三年前の秋に、心筋梗塞で死んだ。父が死んだ時、そばには誰もいなかった。気づいた時には、自宅で孤独死していた。俺にとっていい父親だった。 俺は生涯で最も本気で泣いた。残された体の弱い母を、俺が守らなくてはいけないのに、今の俺はこのざまだ。本当に情けない。なあ、ジョン。お前にも家族がいるんだろう。俺の質問に、ジョンは少し困った顔をした。血の繋がった家族はいません。俺、施設の出なんです。だから、 そうなのか。なんか、悪いこと聞いちまったかな。いえ、俺には家族がいます。社長や社員のみんなです。俺は社長に拾われていなかったら、本当にろくでなしで人生を終えるところでした。そう言うと、ジョンは優しく微笑んだ。あの女社長、ヒステリックで怖そうな人だったけど、お前の言った通り、根はいい人なんだな。 まあ、そうですね。普段はおっかないですけどね。あと、お兄さん。んあの人、女じゃないですよ。え改造済みです。しばらく俺は、夜景を眺めていた。こんなに落ち着いた環境は久しぶりだ。ジョンはひたすら、ノート PC で計画書を作成していた。なあ、ジョン。 何ですか俺のような人間は他にもいるのかこんな風に訳も分からず取り憑かれてしまう人間が俺の他にも。ジョンは静かにため息をつく。多いですね。でも、お兄さんは運がいい部類に入ります。俺たちと出会いましたから。多くの人は何もできずにただ死ぬだけです。 最初にお兄さんが言ったように、自分がおかしいだのと思い込んで、大概の人は死にます。ジョンはタバコに火をつけ、煙を深く吸い込んだ。近年の自殺者数は、年間3万人以上になります。1日に100人以上は自殺しているんです。死因不明や行方不明を含めると、もっといるのかもしれません。 社長は言っていました。日本人の守護霊が年々弱くなっていると。そのため、本当に小さな悪霊にも、簡単に取りつかれてしまう人間が増えた。もちろん、全部が全部悪霊の仕業だとは言えませんが、これは本当に悲しいことなのだと、そう言ってました。守護霊、か。さっきも言ったが、俺は霊とかには疎い。 守護霊ってのは何なんだジョンはノート PC から手を離し、こちらに振り向いた。守護霊と悪霊、同じ霊という字で表現しますが、根本的には全く異なる存在です。悪霊は自分自身の感情と意志に依存し存在します。逆に守護霊は人間の温かい記憶に依存して存在します。 悪霊の強さは自分の念の強さに左右され、守護霊の強さは人の温かい記憶によって左右されます。温かい記憶なんだそれは優しさですね。人は誰かに守ってもらったり、助けてもらって優しさを身につけます。助け合いの精神です。その精神が守護霊の力になるのです。 やっぱり俺にはよくわからない。ただ、ジョンが真剣なのはわかる。それって、何かの宗教かいえ、社長の受け売りです。俺たちは宗教団体ではないです。ジョンの言う通り、日本人の守護霊とやらが全体的に弱くなっているなら、それは、助け合いの精神の欠如が原因か。確かに、悲しいことではある。 なら俺も、その助け合いの精神がないがゆえに、こんなことになってしまったのか。お兄さんの守護霊は強いですよ。何さっきも言いましたけど、お兄さんは本来、死んでいてもおかしくなかった。それくらい、強烈な奴に疲れていたんです。でも、お兄さんは死んでいない。守護霊が守ってくれてるんですよ。 俺の守護霊って。お父さんですよ。お兄さんのお父さんがお兄さんを守ってくれています。ギリギリの勝負ですけどね。本当によく頑張ってくれています。お兄さんは、いい人に育ててもらったんですね。それを聞くと、俺は黙って窓の外に広がる綺麗な夜景を眺めた。綺麗な夜景が、うっすらとぼやけて見えた。 夕飯に、ジョンがスパゲッティを差し出した。食ってください。これから先、体力勝負になりますから。ジョンには申し訳ないが、今の俺に食欲はなかった。半分ほど手をつけて限界だった。それを見て、ジョンはため息をつく。俺はこの先の不安で、心を締め付けられていた。わけもわからないままに騒動に巻き込まれ、 こうしている。納得がいかなかった。どうしてこんなことに俺は巻き込まれたのか。自問自答しても、ジョンに聞いても、俺の心は納得しなかった。窓の向こうに見える景色の中では、今も人々が移ろうように流れていく。かつては俺も、あの流れの中にいた。あの日々に戻りたかった。思いつけっていた俺の耳に、 窓の縁から何かが張り付くような音がした。音の方向に目をやると、俺の瞳孔は一気に開いた。人の手が窓の向こう側に張り付いている。ここは地上20階、ベランダもない、人が立てるような場所ではなかった。そんな場所に人の手がある。俺はジョンの名を叫んだ。その瞬間、 ジョンは俺の前に立ち下がり、窓から離れてください。と叫んだ。ジョンは携帯を取ると、どこかに電話し始めた。俺は窓の手から視線を外せずにいた。大丈夫です。俺がいます。この部屋の中には入ってこられません。震える俺に、ジョンはそう言った。その時、ゆっくりと手の主が這いずるように動き出す。俺は、 手の主の顔を見た瞬間に頭を打ち抜かれるような衝撃を喰らい絶句した。手の主は俺だった。窓の向こう側に俺がいた。どう見ても俺だった。俺の頭は完全に真っ白になった。どうして俺が窓の向こう側に張り付いているんだ。俺はここにいるのに。窓の向こう側にも俺はいる。 俺の頭は完全に混乱した。社長、俺です、ジョンです。まずいことになりました。ドッペルゲンガーです。お兄さんのドッペルゲンガーが出ました。俺の目にも見えてます。今は窓の外にいます。はい、お願いします。ジョンの電話先は社長だった。何かを社長にお願いし、ジョンは携帯を切る。お兄さん、 あいつに絶対触れないでください。触れたら、俺でも社長でも、お兄さんの命を助けられない。窓の向こう側のもう一人の俺は、激しく狂ったように窓を叩き始めた。その衝撃音が連鎖するように、部屋中から鳴り響く。開けろ開けろ俺が窓の外でそう叫んでいた。俺は縮こまりながら、 心の中で、やめてくれ。もうやめてくれと、何度も叫んだ。ジョンは、早くしてくれ。早くしてくれ。とつぶやく。次の瞬間、ジョンの携帯が鳴り響く。携帯の着信音に、窓の向こう側の俺は驚いた表情を浮かべると、溶けるように消えていった。なんだ。あれは何なんだ、ジョン。俺がいた。 俺がいたぞ。怒鳴る俺を無視して、ジョンは携帯で話をしている。はい、消えました。ありがとうございます。はい、はい、わかりました。俺はもう、何が何だかわけがわからなかった。ジョンは、ソファーに腰掛けると、今起きた事態を説明しだした。非常にまずいです、お兄さん。 窓の外にいたお兄さんは、あの女、七子が作り出した、お兄さんの分身です。あの分身に触れると、確実に死にます。俗に言う、ドッペルゲンガーってやつです。これは、女がお兄さんを本気に殺しに来た証拠です。ドッペルゲンガーの殺傷能力は異常に高いんです。多分あの女は、お兄さんをゆっくり苦しめてから殺すつもりだった。 その方が、お兄さんは強い悪霊として育ち、女にとって役に立つからです。でも、俺たちは現れた。だから、早急に殺すことにしたんだと思います。実を言うと、お兄さんの中に、社長特製のファイアーウォールを仕込んどいたんです。普通な悪霊なら、身動き一つ取れなくなるはずです。それをあの女は軽々と突破し、お兄さんの分身を作り上げた。 さらに悪いことに、俺はお兄さんの分身を見ようと思って、見たわけではありません。あの女に、強制的に見せられた。つまり俺も、いつの間にか女に侵入されていたんです。さっきのは、社長にお願いして払いました。今の俺には、あれを払う力はありません。俺にとって何よりショックなのは、夢の中ではなく現実の中で、 女があそこまでリアルなお兄さんの分身を作り上げ、俺とお兄さんの中に同時に具現化したことです。俺はその前触れに全く気づかなかった。女が俺の遥か上の存在だということを心底思い知らされました。呼吸を乱しながら、ジョンは悔しそうな表情でそう言った。俺の体は未だに震えが止まらなかった。 ジョンの話が、さらに俺の恐怖心を煽る。俺はジョンに怒鳴った。じゃあ、どうするんだよ。ジョンはうつむいた。どうしよう。そう言うとジョンは、頭を抱えて塞ぎ込んだ。地上二十階に位置する、豪華なホテルの一室。 綺麗なインティレアが並ぶこの部屋に、似つかわしくない二人の男。一人は恐怖で小刻みに震え、一人は頭を抱えてうつむいている。俺とジョンだ。俺たちは敵の強大さに打ちのめされていた。俺の心は絶望感でいっぱいだった。逃げることだけを必死で考えていた。ジョン。 サラ金でも闇金でも何でもいい。借金して200万揃える。だから、社長に俺の除霊を頼んでくれ。ジョンは、タバコに火をつけると、頭を横に振った。無理です、お兄さん。社長は、一度言ったことは絶対に曲げません。俺に除霊をやらすと言ったからには、たとえ俺が死んでも、お兄さんが死んでも、社長は手を出しません。 俺はテーブルに拳を叩きつけた。ふざけるな。俺の命がかかってるんだぞ。お兄さん。お前だって、あの女には勝てないって言ったじゃないか。お兄さん。200万で足りないなら300万だって用意する。だから、俺を助けてくれ。お兄さん。ジョンは声を荒げて立ち上がった。俺を、信じてください。 お前を、信じるジョンは、真剣な眼差しで俺を見つめる。その鋭い眼光に、俺は戸惑った。俺は、お兄さんを守ります。お兄さんは、俺が絶対に助けます。だから、俺を信じてください。俺はお兄さんを守るために命を懸けます。たとえ、俺が死んでも。 絶対にお兄さんは俺が助けます。俺は困惑した。こいつ、なんでそこまで言えるんだそこまでお前が、俺を守りたい理由は何だお前だって危ないんだぞ。ジョンは黙り込むと、深くため息をついた。俺たちが除霊をするとき、対象者の守護霊の力を借ります。つまり、 お兄さんの親父さんです。お兄さんの親父さんとたくさん話をしました。ジョンって名前。お兄さんの家で昔飼っていた犬と同じ名前なんですね。親父さん、笑ってました。俺は未熟だから、お兄さんの親父さんと話をしているうちに、親父さんに感化されてしまったのかもしれません。今では、お兄さんが、 俺の本当の兄貴のように思えるんです。お前、親父さんのお兄さんを守りたいという気持ちは本物です。親父さんは死ぬ寸前にお兄さんや娘さん、それに奥さんのことを思っていました。すまない。そういう気持ちでいっぱいだったんです。だからこそ、今でも親父さんはお兄さんたちを必死に守っているんです。 俺は、その気持ちに応えたい。それを聞いた俺は、足元から崩れ落ち、その場につまずいた。ジョンが、俺の肩を掴む。俺を、信じてください。俺の肩を掴むジョンの手は、暖かかった。深夜、俺は眠れずにいた。 少しでも油断することが怖かった。ジョン、俺の親父は大丈夫なのかあんな女と戦ってるんだろう。ジョンはノート PC のキーボードを叩きながら答える。女は、お兄さんだけじゃなく、お兄さんの家族にも侵入しようとしています。だから、お兄さんの守護は俺に任せてもらって、 親父さんにはそちらの守護に専念してもらってます。俺は頭を抱えた。なんてこった。あの女、俺の家族にまで。大丈夫です。親父さんが守ってくれます。俺はコップの水を飲んだ。なあ、ジョン。俺の守護霊が親父だったっていうのは、なんとなく分かった。でも、 お前の守護霊はいないのかほら、お前、身内いないって言ってたしい。ますよ。俺の守護霊は社長です。はお前、社長は生きてるだろう守護霊も悪霊も、生きているか死んでいるかは関係ありません。一言の理恵というと、死んだ人を想像するかもしれませんが、違います。さっきも言いましたが、 悪霊は自分の感情や意志に依存して存在し、守護霊は温かい記憶に依存して存在します。俺の中で、社長の温かい記憶がある。だから、俺の中で社長は形成され、俺の守護霊として存在しています。これは、俺だけじゃなく、普通の人も同じです。俺は、コップの中の水を見つめた。こいつに出会ってから、 不可思議なことばかり聞かされる。不意に、チャイムの音が部屋に鳴り響く。俺は驚いて、ソファーから滑り落ちた。こんな時間に誰だろうジョンが立ち上がり、玄関口に向かう。おい、大丈夫なのかあの女じゃないのかジョンは微笑みながら、大丈夫ですよ。と答えた。玄関を開けると、 そこには社長がいた。社長は、部屋の中に入るとソファーに座り、タバコに火をつける。調子はどうかしら若年性不老者もどきくん。じゃ、若年性不老者もどきくん。なんだか、この人に全く勝てる気がしない。ジョンがグラスにワインを注ぎ、社長に差し出す。こんな深夜に、 どういったご用件ですか社長。ああ。あんたがメールで送ってきた計画書ね。読んだわ。筋は悪くないわね。ありがとうございます。でも、決定的な勘違いをしているわ。勘違いジョンの表情が曇る。まあ、仕方ないわ。私もそれに気づいたのはついさっき。お前が気づかないのも無理はない。 どういうことですか、社長。社長は、灰皿にタバコの灰を落とす。緊迫した雰囲気が、部屋に充満していた。社長は、ワインの入ったグラスに口をつける。赤いワインの入ったグラスを、しないかに扱う指の動きが印象的だった。宣告、この若年性不老者もときくんの、ドッペルゲンガーが現れたわね。はい。 俺も強制的に見せられました。俺も侵入されていたんです。ジョンは悔しそうな表情を浮かべる。私は、お前の現場実習開始当初に安全装置として若年性不老者元木君にあらかじめ防壁を仕込んどいた。万が一を考慮してだ。だが、それは突破され、天津さえ、奴はドッペルゲンガーを作り出した。 私の見立てでは、あの薄汚い女にそんな力はなかったはず。違和感を覚えないかジョン。確かに俺も驚きました。まさか、社長のファイアウォールが破られるなんて。でも、違和感というのは何ですか何かあるんですか社長は、深くタバコを吸い込んだ。あの薄汚い女は、中心であるが本丸ではない。 ということだ。私ですら、さっきまで気づかなかったほどに、本丸は深いところにいる。おそらくそいつは、死人ではなく、生き人の可能性が高い。しかも、かなりの腕前の持ち主だ。こいつは、予想以上に根の深い問題だな。俺は黙って、話を聞いていた。なんだか、話がとんでもない方向に向かっている。 そっちの本丸の方は私に任せろ。こいつは、若年性不良したもどきくんの依頼の範疇を超えている。たらばたらけでやるのは嫌だが、仕方あるまい。放置するにしては危険すぎる。ただし、薄汚い女並びに三人の男は、ジョン、お前が責任を持って除霊しろ。いいか、除霊しようとしなくていい。除霊することに専念しろ。わかったか、ジョン。 社長はそう言うと、グラスの中のワインを、しなやかな手つきで飲み干した。社長が部屋から退出し、再び俺とジョンの二人きりになる。去り際に、社長がこんなことを言った。この件が終わったら、父親の墓参りに行けよ。寂しがってるぞ。あと、寝ろ。目の下のクマがひどいぞ。そういえばここ最近、 あまりにもいろんなことが起きて、ろくに親父の墓参りにも行っていなかった。この騒動から無事に生きて帰れたら、親父の墓参りに行こう。俺はそう思った。俺はソファーに座り、儲けていた。なんだか、とても疲れた。眠ることが怖かったが、睡魔には勝てなかった。俺はいつしか、眠りに落ちていた。 気がつくと俺は、どこかのビルの屋上に立っていた。ここは深夜のビルの屋上に、冷たい風が吹く。ジョン、おい、ジョン。大声でジョンに問いかけるも、返事は返ってこなかった。俺はあたりを見回すと、視界の端に、何かいることに気づいた。その瞬間、 頭に殴られたような強い衝撃が走る。俺は力なく、その場に崩れ落ちた。地面に倒れた俺を、見たことのない曲の男が見下ろしていた。なんだ、お前。男はしゃがみ込むと、俺の髪を掴んだ。笑あがきするなよ。どうして素直に死なない。男の後方に、 キき違い女と医者、警察官、看護師の姿が見える。俺の全身の血が沸騰した。私ですらさっきまで気づかなかったことに、本丸は深いところにいる。俺は、社長の言葉を思い出していた。こいつがそうだ。俺は直感的にそう思った。てめえか、てめえが俺を、 男が俺の頭を地面に叩きつける。俺は頭に生温かいものを感じた。それでも俺は男を睨みつける。許せなかった。どうしても俺をこの騒動に巻き込んだ、この男が許せなかった。てめえだけは、てめえだけは絶対に許さねえ。男の表情が暗く曇る。お前が俺を許す。 許さないじゃない。俺がお前を殺すか、殺さないかだ。厄介なおかもも引き込んでくれたし、いい加減、俺の頭に来た。切れそうだよ。お前の家族もくれなきゃ、妹も納得しないそうだ。素直にしんどけばよかったのに、困ったことしてくれたな。男は歯ぎしりしながら、そう言った。 俺は男の村ラ,ラを掴んだ。家族に手を出すことだけは絶対に許さねえ。男は俺の腕を払いのける。お前の父親も同じことを言っていたな。親子揃ってしぶといにも程がある。もういい。俺も本気でお前が殺したい。俺の後方から足音が聞こえる。 振り返るとそこには、俺がいた。ドッペルゲンガーだ。お兄さん、あいつに絶対触れないでください。触れたら、俺でも社長でも、お兄さんの命を助けられない。俺は、全力で走った。俺は全力で走った。致死率100%と言われる、 ドッペルゲンガーから逃げるために。頼みの綱のジョンはいない。周りにいるのは敵ばかりだ。狭いビルの屋上。逃げまだのなかった。俺は出入り口のノブを回した。鍵がかけられている。ビクともしない。後方には俺がいる。俺に触れたら、俺は死ぬ。おいおい、もういいだろ。手間取らせんじゃねえよ。 曲の男が、苛立つ感情をむき出しにして怒鳴る。俺が迫ってくる。俺はこの時、必死に考えた。逃げる方法を。助かる方法を。俺は屋上のフェンスを乗り越えた。これは夢だ。夢なんだ。現実じゃない。俺は自分に言い聞かせた。目の前には、 奈落の光景が見える。思ったより高い。後方を振り返ると、俺がゆっくりと歩いてくる。その時、不意に岸がようなと目が合った。女は、笑ってやがった。俺の中に、怒りがこみ上げてくる。生きるんだ。俺は絶対に死なない。絶対に生きるんだ。俺はおたき火を上げた。飛び降りてやる。 ここから飛び降りてやる。はい。確かにここは現実じゃねえけどよ。落ちればそれなりに痛いぜ。お前、それに耐えられるのか曲の男が俺に問いかける。絶対に、お前だけは許さないからだ。俺はそう言い捨てると、ビルの屋上から飛び降りた。激痛。それを表現するのに、 この言葉以外に思いつかない。ビルから飛び降りた俺は、足から落下し、地面に頭を叩きつけられた。まるで、カエルのように惨めに地面にへばりつく。俺の周囲に、赤い血が広がる。意識がなくならない。今まで体験したことのないような激痛が、はっきりと認識できる。死にかけのカエルが、引くつきながら痙攣するのと同様に、 俺の体は小刻みに揺れた。俺の視界の先にビルの出入り口から出てくる俺が見えた。来るな。消え入りそうなろうそくのごとく俺は呟いた。これが精一杯の抵抗だった。容赦なく俺は俺に近づき、俺の目の前までやってきた。 俺は、俺を見下ろしていた。体の痛みに支配され、もう逃げることもできない。俺は、もう一人の俺を、力の限り睨んだ。俺は俺に、負けたと思われたくなかった。もう一人の俺はしゃがみ込むと、俺の背中に手を置き、見つけた、と言った。溶け込むように、 俺の体の体内に入ってきた。完全な同化。奴の心と、俺の心が一つになる感覚。俺は俺に溶け込み、俺の心を支配した。この瞬間、ジョンが、ドッペルゲンガーに触られると確実に死ぬ、といった意味が分かった。暗闇が全身に広がる。俺は終わった。終わったんだ。 心が引き下がれるような、とてつもない暗闇に俺は放り出された。負の感情が、俺の中に溢れ出す。俺は朦朧とした。生きることに希望なんて何一つとしてない。この世に至ってどうしようもない。死んだ方がいい。ただ、死にたい。本当にそれだけだった。何でもいい。死ねるなら、 ロープでもガソリンでも俺にくれ。自殺がしたい。自殺をさせてくれ。何でもする。だから、俺を自殺させてくれ。俺は、ドッペルゲンガーに完全に支配されていた。お兄さん。朝、ジョンに呼ばれて、俺は目が覚めた。全身が汗で濡れている。俺は周囲を見回した。 ホテルの一室。ここは、俺がいたホテルの一室だ。俺は全身をいじくった。どこにも異常はない。ジョンが、コーヒーを差し出す。大丈夫ですかお兄さん。俺は、確かにドッペルゲンガーに触られた。でも、今は死にたいとは思わない。俺は助かったのか現実を俺は、 把握できずにいた。混乱しているみたいですね、お兄さん。もう大丈夫です。ようやく俺にも見えました。あいつが、お兄さんの敵なんですね。ジョンの言葉に、俺は驚いた。どういう、ことだ、ジョン。お兄さんには申し訳ないと思ったんですが、お兄さんのファイアウォールを一時的に弱めました。 案の定、敵の本丸はお兄さんに侵入してきた。狙い通りです。俺は、ジョンの言葉の意味が理解しきれなかった。じゃあ、わざとあいつをおびき寄せたのかそうです。お兄さんにはおとりになってもらいました。もちろん、お兄さんの安全が第一です。そのための対策をした上で、実行しました。 何が何だか、俺にはさっぱり理解できなかった。俺はコーヒーを一気に飲み干した。冷静になろう、ジョン。俺に何をしたって言うんだ。説明してくれ。何をしたんだ。ジョンは、タバコに火をつけた。敵は、お兄さんに対して分身、ドッペルゲンガーを使ってきました。これは高度な技術を要します。 敵は相当な腕の持ち主です。でも、社長はこう推理しました。敵は自分と同等の力の持ち主と出会ったことがない。お兄さんに対する敵の陰出で強引なアプローチから、敵は力こそ永久でも、経験は浅い人間だと推理したんです。そこで、罠を仕掛けました。敵がお兄さんのドッペルゲンガーを使うなら、 こちらもお兄さんのドッペルゲンガーを使う。敵も自分以外にドッペルゲンガーが作れる人間がいるとは思っていなかったでしょう。完全に疑うこともなかったですね。ジョンはここを見ながらそう言った。ドッペルゲンガーどこがどこら辺が何がドッペルゲンガーなんだ俺はなおもジョンに問いかける。 わけがわからない。お兄さんが敵の作ったビルの屋上に立った時点から、お兄さんは社長の作ったドッペルゲンガーです。さすがに意識のない人形だと疑われるので、半分ほどお兄さんの意識を入れました。お兄さんには怖い思いをさせてしまいましたけど、おかげで、俺と社長が見ていることに全く気づかれませんでした。行けますよ。 社長は本丸の男の捜索に乗り出しました。ここからが、探偵の腕の見せどころです。俺はあぜんとした。そうならそうと、前もって言ってくれ。昼、俺は一枚の食パンを前に、困惑していた。ここしばらくろくなものを食っていないのに、食欲が全く湧かない。一枚の食パンですら、今の俺には重い。 なあ、ジョン。さっき、社長が本丸の男の捜索に乗り出した、って言ったよな。スパゲティを頬張りながら、ジョンは答える。ええ。社長は朝の便で、北海道に向かいました。北海道社長が、あの男に侵入して、居場所を特定したんです。おそらくあの男も、今頃は慌くってるでしょうね。絶対に。 社長からは逃げられませんよ。なあ、ジョン。あいつは、やっぱり生きた人間なのかあんなことが人間にできるものなのかジョンは、スパゲッティを耐え上げると、カレーライスに手をつけた。俺も驚きました。社長以外にあんなことができる人間は、初めて見ましたよ。あれほどの力の持ち主が、野に放たれていたなんて、 恐ろしい限りです。ジョンはカレーライスを平らげると、次はカツ丼に手をつけた。異様に、次から次へとジョンは食いまくる。おいジョン、食いすぎじゃないか。食欲のない俺からすると、ジョンの食う姿が異常に見える。これからの作業は体力いりますから、食っておかないと。夕方までに、 社長が本丸の男を抑えます。つまり、クライマックスですよ、お兄さん。そう言ってジョンは、優しく微笑んだ。それを聞いた俺は、食パンにバターを塗り、平らげた。クライマックス。ジョンはそう言った。社長が、本丸の男を抑え、 ジョンが俺の除霊をする。ついにあの女との戦いに終止符が打たれようとしていた。俺は吐きそうになりながらも、無理やり世の中に飯を詰め込んだ。生きるか死ぬかを超越して、俺は奴らにだけは負けたくなかった。夕方、ジョンは俺とベッドの上に寝かせた。これから何が起こっても、絶対に気持ちだけは負けないでください。 お兄さん。ジョンの言葉に、俺は強く頷いた。気持ちだけなら、俺は絶対にあんな奴らに負けない。ジョンは時計を見ながら深呼吸をすると、そろそろですね。と言った。お兄さん。次に俺の携帯が鳴った時が合図です。俺は、一気にお兄さんに侵入します。おそらく、 後ろ盾を失った女は、激しく暴れるはずです。俺がお兄さんのところにたどり着くまで、持ちこたえてください。俺は、ジョンの手を握った。信じてるからな。ジョンは、まっすぐに俺を見つめながらうなずいた。その瞬間、ジョンの携帯の着信音が、部屋中に響き渡った。 気がつくと俺は見覚えのない洋館らしき建物の中で木製の椅子に座らされ縛り付けられていた。目の前には下った階段が見える。俺は建物の中を見渡した。どこも古びた感じがする。洋館の内部には夢の中のような違和感があった。確かに以前より弱い。 俺はゆっくりと目を閉じた。ジョンが俺を助けてくれる。そう信じていた。俺の後方に、人の気配を感じた。気違い女か。俺は問いかけた。すると、後方の人の気配は、這うように俺の首に腕を巻きつけてきた。俺は確信した。気違い女だ。 お前が、なぜこんなことをするのか、今はもうどうでもいい。俺は、お前から逃げることばかり考えてきた。本当に怖かった。でも、俺はもう一人じゃない。親友ができた。もう、お前は怖くない。チガイ女は、強く俺を抱きしめた。一緒にいたい。 俺は頭を横に振った。俺は生きている。お前は死んでいる。この差は絶対に埋まらない。お前には、お前の欲望があるのかもしれない。俺は、それに応えるわけにはいかない。俺は、生きたいんだ。俺とキチガイ女の間に静寂が流れる。キチガイ女は、 俺に抱きついたまま、静かに泣いていた。泣いているガイ女に、以前のような気味の悪さはなかった。ガイ女の声は、前に聞いた声と変わらない。確かに、ガイ女だった。それでも不思議なくらいに、以前とは印象が違う。俺は不思議だった。後ろ盾を失って暴れるかと思いきや、 吉ガよ女は俺に抱きつき、静かに泣いている。お前、もしかして。俺はそこまで言って、言葉を飲んだ。俺には、その先の言葉が言えなかった。その時、洋館の玄関が静かに開く。そこには、ジョンがいた。お兄さん、迎えに来ました。 ジョンはそう言うと階段を上り、キチガイ女を睨む。キチガイ女は何をすることもなく、俺からゆっくり離れると、ジョンを素通りして、階段を静かに降りていった。階段の下で立ち止まったキチガイ女は、ゆっくりと振り返り、俺を見つめた。女の顔に、俺は驚いた。 以前のようなまがまがしさはなく、綺麗な顔だった。今までとは違う、少女のような、切なく悲しい表情が、俺の目に焼きついた。女は機密を返し、振り返ることなく、玄関の向こう側に消えていった。どういうことだ、あの女。俺は呟いた。 想像した展開とは、あまりにも違う幕切れだった。あの女の後ろ盾も、あの三人も消えていなくなりました。もう勝ち目はないと諦めたのでしょう。あの女を、お兄さんの中から完全に消えました。俺たちの勝ちです。ジョンは、この戦いの勝利宣言をした。しかし、俺の中に、 歓喜の感情はなかった。俺を椅子に縛り付けていた拘束具をジョンは外した。椅子から立ち上がった俺の体は不思議なくらいに軽かった。俺とジョンは連れ添いゆっくりと階段を降りた。玄関の先には眩しいほどに光が降り注いでいた。まるで希望の光だ。俺たちは 玄関の向こう側に進んだ。その時、俺の視界の端に人影が見えた。振り返ったその先には、俺のよくする人物が立っていた。親父。親父は静かに頷くと、本当に優しく微笑んだ。俺の目からは、止めのなく涙が溢れた。 親父の優しい笑顔に涙が止まらなかった。俺は親父の前で子供のように号泣した。本当に子供のように。お兄さん。俺はジョンに呼ばれて目覚めた。地上20階に位置する豪華なホテルの部屋。俺たちは戻ってきた。 ああ。長いこと悪い夢を見ていた気分だ。でも、最後は良かったよ。ジョン、ありがとな。い,いえ、俺だけじゃありません。社長や、親父さんも頑張りました。もちろん、お兄さんも。あの囮作戦の時、お兄さんは敵の手から逃れるために、ビルから飛び降りましたよね。現実じゃないと分かっていても、 あんなことを普通はできません。しかも、敵の本丸に向かって短歌まで切って、そのお兄さんの勇気があればこそですよ。いや、俺は、そう言って俺は黙り込んだ。俺は一人だったら、とっくに死んでいた。そして、今も情けないことを考えていた。ナージョン。 あの女のことなんだが、ジョンは、俺にコーヒーを差し出した。言いたいことはわかります。最後に、俺もあの女に侵入しましたから。でも、気にしないでください。全部、終わったんです。俺はコーヒーを飲みながら、窓の外に広がる夜景を眺めた。切ない思いを振り切るように、 俺は夜景を目に焼き付けた。その後、俺は安堵からか、高熱を出し、病院に緊急入院した。三日ほど高熱に苦しんだ後、俺は奇跡的な回復を遂げ、折れていた左腕の骨も、医者が目を丸くするほどの速さで回復した。最悪だった体調も完全に復調し、俺は以前の健康な体を取り戻した。 入院中、ジョンが何度も見舞いに来てくれた。こいつは本当にいい奴だ。最悪と言える騒動の中で、ジョンと出会えたことだけは、神に感謝したい。後日、俺は改めて、社長にお礼を言いに行った。相変わらずのヒステリックぶりで、俺が感謝の言葉を述べると、感謝の言葉より感謝の金をよこせ、と言ってきた。 ある意味予想通りだったので、問題はない。それから社長に、絶対に父親の墓参りに行けよ、と言われた。俺は久しぶりに家族揃って親父の墓参りに行った。久しぶりに来た親父の墓は土ぼこりで汚れていた。俺はあらかじめ用意していた掃除用具を取り出し、念入りに親父の墓を磨いた。 家族を助けてくれてありがとう。守ってくれてありがとう。そんな気持ちを込めて念入りに磨いた。母も姉も必死に墓を磨く俺を眺めて、なぜそんなに一生懸命に磨くのかと不思議そうにしていた。俺は母と姉の二人にも掃除道具を渡し、墓磨きに協力してもらった。心なしか、親父の笑い声が聞こえた気がした。 その後、俺たち家族でレストランに入った。久しぶりの家族団らんだった。食後に俺はトイレに入った。入り口を開け、トイレの中に入る。そこはビルの屋上だった。驚いた俺は周囲を見回す。俺の視線の先には、あの騒動の本丸の男が、 フェンスに寄りかかりながらタバコをくわえていた。よ。気軽な挨拶をすると、男は俺に近づく。俺に近づくんじゃねえ。俺は怒鳴った。<laughs> 怖いねそんなに怒鳴るなよ。何も危害を加える気はねえよ。男は、なおも俺に近づく。何のつもりだ一体。 何しに来た怒鳴る俺を無視して、男は、俺の目の前に立つと思いがけない言葉を発した。事の天末を知りたくないか事の天末だと男は、俺をあざけるように微笑んだ。心配するな。あの岡間社長の許可は取ってあるよ。 男は、俺の胸に拳を当てた。すると、男の拳は、何の手応えもなく、俺の体をすり抜けた。ほらな、俺からお前に何かをすることはできないんだよ。あのお釜に、お前は完全にガードされているし、俺も、あのお釜に能力の根源を握られている。今の俺は、お釜に金玉抜かれたふぬけなんだよ。 俺は、後ずさりをした。俺に、何を聞かせたい。男は、どこからか椅子を取り出し、腰掛けた。さっきも言ったろ。事の天末さ。どうして俺と妹が、お前を狙ったのか。なぜ、殺そうとしたのか。お前には聞く権利があるんだよ。確証はなかったが、 男に害意はないように思えた。確かに俺も、この騒動の動機と理由が知りたい。俺の心にある、霧の正体が知りたかった。わかった。なら聞かせてくれ。ことの顛末を。そう来なくちゃな。わざわざ来たかいがない。そう言うと男は、タバコを地面に捨て、足でもみ消した。 はじめにお前に出会ったのは、お前がバイクで小樽に来た時だ。確か、ツーリングだっけお前はそれをやりに来たんだ。俺はたまたま、小樽に用があって来ていた。その時、妹の七子が、お前に目をつけたんだ。なぜなら、お前が七子にとって、羨ましい存在だったからだ。まるで、光に群がる虫のように、七子は、 お前に引き寄せられてた。俺は困惑した。なぜ俺なんだ俺の何が羨ましかったんだお前の中に、温かい家族の繋がりが見えたのさ。それが七子には、心底羨ましかった。俺たちの家族はな、言っちゃなんだが、クソの声だめそのものだった。特に七子は生前、 相当あのクソ親父に責められた。口に出すのもおぞましいぜ。自分の父親が、娘を生の対象にするなんてよ。しかも親父は、極端な佐渡だよ。ひでえもんだった。だが、俺も人のことは言えねえ。苦しむ妹を、見てみないふりをしてたんだからな。母親はとっくの昔に死んでいなかった。 だから妹にとっちゃ、俺は唯一の頼りだったんだ。それを、俺は見捨てた。めんどくさかったんだよ。正直言って。俺にはどうでもいいことだった。奈々子にとっては絶望的だったろうよ。あいつは一人で警察に行き、助けを求めた。ちょ、ちょっと待ってくれ。俺は、男の話を遮った。 気持ち悪くなったかそうだろうな。クソの声だめな話だ。無理もない。男は、ポケットからタバコを取り出し、口にくわえた。さっきまで、人をあざけるように笑っていた男の顔は、深海のような冷たい表情だった。話の内容よりも俺は、この男の表情に恐怖を感じていた。 いいか、続けるぜ。俺は無言で頷いた。なるべく男の顔を見ないように気をつけた。七子は警察に助けを求めたが、すべて無視された。親父はクソだが、精神科医としてはエリートだった。警察にも協力していたし、署の幹部とも仲が良かった。七子は対応した警察官に、人格ごとすべてを否定されて、 追い返されたんだよ。さらに絶望した七子は、ついに精神を病んで、精神病院に入院した。しかも、親父の病院にな。そこでも七子は、ひどい扱いを受けた。警察に訴えた七子を、親父は許さなかった。七子の担当の看護師に言いつけて、七子を毎日のように暴行させた。 信じられるかそれをやらしたのが、実の親父なんだぜ。そして七子は自殺した。どこからか持ってきたロープで首を吊ってな。そこで俺は、初めて泣いたよ。黙って俺は、男の話を聞いていた。男の家族と俺の家族。まるで正反対の家族だった。 七子は自殺した後、この世を彷徨い、俺のところに来た。七子には才能があったが、俺のような能力はなかった。だから、俺に復讐の話を持ちかけたんだ。俺に協力しろってな。もちろん、それを俺は断ることもできた。だが俺は、七子が死んでから初めて気づいた感情に逆らえなかった。俺は、 ななこを愛していた。自分勝手な話だがな。俺はななこに協力し、親父と警察官、それと看護師を殺した。俺はそれで、ななこが満足すると思っていた。だが、それは違った。俺は、霊というものに対する知識を、中途半端に持っていたに過ぎない。どんなに復讐を遂げても、 七子はもう死んでいる。俺の目の前にいる悪霊ど化した七子は、七子であって、七子じゃない。ただの情念の塊だ。情念の塊が満足して消えるなんてことは、絶対にない。俺は落胆したよ。親父も含めて三人も殺したのに、ただ七子の形をした悪霊が増大しただけだった。そんな時に、 お前が現れた。ただの復讐の情念の塊だったはずの七子が、お前に惹かれた。俺にとっては驚きだったよ。もしかしたら、と、変な希望まで持っちまった。だが、七子は死んでる。普通の生き人とは一緒にいられない。それで俺を殺そうと思ったのか。ふざけるな。ああ、今思えば、 愚かもいいところだ。だが、俺にとっては希望だった。お前といれば、七子は、七子として戻れるんじゃないか、とな。男の話に、俺は納得がいかなかった。ただ殺すだけなら、お前にはいつでも俺を殺すことができたはずだ。なぜすぐやらなかったなぜあんな回りくどいことをする 俺は男に問いただした。男の表情に変化はない。単純にすぐに殺しても、霊はこの世に留まらない。すぐに消えてしまう。苦しめて、追い詰めて、不条理を与えることで、霊はこの世に強い情念を残し、長く留まる。お前には未来永劫、七子と一緒にいて欲しかった。男の言葉に、 俺は全身が震えた。北海道から帰ったお前は、交通事故を起こし、重傷を負った。あれも俺の仕業だ。お前の会社の人事部長の脳に侵入して、解雇通知を書かせたのも俺だ。左腕の骨折だけ治りが遅かっただろう。あれも俺だ。その他もろもろ、お前には色い々ろいろ仕掛けたな。 俺は震える拳を抑えた。殴ってもいいんだぜ。そこで我慢するのは、元サラリーマンの悲しい佐賀か。俺は、男の左頬を全力で殴った。男は、椅子から転い落ち、地面にひれ伏した。まあ、一発ぐらいは殴らせないとな。男はそう言うと、椅子を元の位置に戻し、 再び腰掛けた。俺は怒りで全身が熱くなっていた。落ち着けってのは無理な話かもしれないが、話は最後まで聞け。俺は、お前に感謝してるんだ。感謝だと最後に、お前が七子と一緒にいた時の話だ。あの時、俺はお釜の部下に押さえつけられ、床に冷え伏していた。 ことの終わりを見届けろと、お釜に言われ、俺はお前たちを見ていた。あの時、俺は目の前の光景に、我が目を疑った。俺は奇跡を見ていた。ただの復讐の上演の塊だった七子は、そこにはいなかった。お前も見ただろあの七子が、本当の七子だ。生前の頃の、 七子だったんだ。あいつはただの、か弱い女だった。あれが本当の七子の姿だったんだ。俺は泣いた。奇跡を前に、俺は子供のように泣くことしかできなかった。最初は、光に群がる虫のように、七子は、お前に惹かれただけだった。それがいつしか、 本当にお前のことを好きになっちまっていたんだ。俺は、震える拳を下ろし、黙り込んだ。お前も、うすうす気づいてたんじゃないかそういう男の顔からは、深海のような冷たすが消えていた。最後に見たあの女の顔を、俺は思い出していた。気がつくと、 俺の目からは涙が流れていた。泣いてくれるのか男はそう言うと静かにうつむいた。お前は優しい男だな。あんなことをした七子のために泣いてくれるなんてよ。お前は本当にしぶといやつだった。俺はお前の勇気に驚かされ続けたよ。 そして、家族の愛情に恵まれた、優しい男だ。今なら、七子の気持ちが俺にもわかる。俺たちは、愛情に飢えていた。本当にお前が羨ましい。七子は生前、誰かを好きになるなんて、一度もなかった。こんな形じゃなく、七子は生きている間にお前と出会えていたら、 お前のように、俺にも勇気があれば、こんなことにはならなかった。俺は泣いた。あの女を思い、泣いていた。あの女は敵だ。あの女が俺に何をしたのかは忘れない。それでも、俺の目から流れる涙は、止まらなかった。 男は椅子から立ち上がると天を仰いだ。俺も七子も散々人を苦しめた。天国には行けねえ。七子も地獄に落ちたよ。あいつは生まれ変わってもまた辛い人生を送る。でもよ、もし、お前があいつに再び出会ったなら、その時は、 男は厳しを返し、背を向ける。自分勝手にも程があるか。男は静かにうなだれる。その背中には、悲しみが色濃く映し出されていた。俺は、事の天末を知った。俺には、泣くことしかできなかった。 男とあの女の悲しい過去。俺の知らない家族の話。すべてが、俺の胸に突き刺さり、涙を溢れさせていた。俺はただただ、悲しかった。じゃあな。男はそう言うと、俺から離れていく。これから、お前はどうする気なんだ。俺の問いに、 男は足を止める。俺には初めから守護霊なんてものはいない。自分の身を自分で守ってきた。だが、俺はもう能力を封印する。俺がお前を苦しめたように、今度は俺が苦しむ。もう、お前とは会うこともねえ。俺の行き着く先は、妹や親父と同じところさ。 そう言うと男は俺の目の前から消えた。俺はレストランのトイレに戻ってきていた。トイレの洗面所で泣きがらした顔を洗った。俺はあの男の言葉を思い出していた。俺の行き着く先は妹や親父と同じところさ。あの家族に救いは訪れないのだろうか。 一度人は道を外すと元には戻れないのだろうか。俺は世の無常を感じていた。トイレから出た俺は家族の待つテーブルに帰ってきた。幸せな光景。あの家族はこの光景を一度も見たことはないのだろうか。俺の胸は切なさでいっぱいだった。ちょっと。 何ぼーっとしてるのよ。姉の声に、俺は我に返る。ああ、悪い。ちょっと考え事しててさ。さっきから、あんたの携帯なりっぱなしだったよ。なんか、出ても悪いかなと思って、放置してたけど。俺は、自分の携帯を見た。確かに、5件も着信履歴がある。相手は、 ジョンの携帯だった。何の用だろうか。俺はリライアルをした。もしもし、お兄さんですかああ、なんだジョン。何回も着信履歴が入っていたけど、急ぎの用か。いや、俺がお兄さんに対して急ぎの用ってわけじゃないんですけどね。社長が、今すぐ事務所に来いって。社長が 俺は携帯を切ると家族に謝り、レストランを飛び出した。社長を待たせることほど怖いことはない。全力で走り抜け、俺は社長の待つ探偵事務所にたどり着いた。ご、ご用件は、何ですか、社長。社長は、タバコを灰皿に押し付けた。 はあはあ、気持ち悪い。まず呼吸を整えろ、バカ。俺の目の前に、一杯の水が差し出された。お兄さん、飲んでください。ジョンだった。ああ、ありがとう、ジョン。ジョンは優しく微笑んだ。ジョンのくれた水を、俺は一気に飲み干し、呼吸を整えた。いいか、とりあえず、この書類に目を通せ。 社長の差し出した書類を俺は見た。そこには、内定通知書と書かれていた。これは、何ですか、社長。俺は唐突な書類の内容に戸惑った。見てわからないかお前を我が社に採用すると言っているのだ。お前は未だに無職だろ。う。私がお前を雇ってやる。社長の言葉に驚いた俺は、 ジョンの顔を見る。ジョンは、笑顔でサムズアップをしていた。え、いや、嬉しい、けど、ど、どういうことですか、社長、突然で。戸惑っているのか社長は怪しく微笑む。実を言うとな、お前の敵だった、あの男に頼まれたんだ。あの男に 俺は驚いた。あの男が社長に頼み事を。私も驚いたよ。我が社の口座にいきなり一千万円も振り込んで、お前を雇ってくれと頼み込んできた。せめてもの罪を滅ぼしとでも思ったのか、それとも、お前が気に入ったのか。一千万もあれば、どんなペーペーでも一流に育つ。私は快諾したよ。その気持ちを受け取るかどうかは、 お前次第だがな。俺は迷うことなく、お願いしますと言い、頭を下げた。お前には霊能の才能がないから、探偵として雇うことになる。言っとくが甘くはないぞ。覚悟しておけよ。そう言うと社長は微笑んだ。ジョンも笑っていた。俺は、探偵として生きていくことを決めた。 俺の物語は、ここで終わる。探偵として歩み始めた俺には、様々な出来事が起こる。でも、それはクライアントの物語。主義義務の関係上、これ以上は言えない。あの騒動で、俺は強くなった気がする。今でも時折、あの女のことを思い出す。あの女は、今もどこかで、 苦しんでいるのだろうかもし、再びあいつと出会ったなら、俺はその時、あいつを助けてやりたいと思う。